どうも、こまんちょうじゃ翼です。日本テレビの主任の巨大な給料について語ります。だいぶね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお便りくださいませ。ではいきます。基本給が62万3000円、時間外手当が12万円、家族手当が1万4000円、役職手当が9万円、通勤手当が1万円で、月収が85万7千円ですね。賞与が年間2回で342万7千円。年収が1370万8千円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。